ピルビン酸カルボキシラーゼはピルビン酸を不可逆的にカルボキシル化してオキサロサク酸にするリガーゼ群の酵素である。この反応はクエン酸回路を回転させるために必要なオキサロサク酸を供給する最も重要な炭酸固定補充反応である。この酵素はミトコンドリア内に存在するビオチン結合タンパク質で酵素反応にはマグネシウムもしくは マンガンとアセチル COA を必要とし、筋肉ではなく肝臓で起こる。高濃度の ADP は、酵素のリン酸化を抑制するため酵素の活動は維持され、その間はアセチル COA がアロステリック効果によって酵素の活性剤となる。糖心性では、最初にピルビン酸からホスホエノールピルビン酸が合成される。ピルビン酸ははじめミトコンドリアで、 ピルビン酸カルボキシラーゼによって、オキサロサク酸に変換される。その間 ATP が一分子化水分解される。その時、オキサロサク酸は、ホスホエノールピルビン酸、カルボキシキナーゼによって脱炭酸とリン酸化反応が同時に触媒され、細胞質にホスホエノールピルビン酸が生成する。ミトコンドリアから細胞質への、ホスホエノールピルビン酸の輸送は、リンゴ酸。 コスホエノールピルビン酸シャトルによって調停される。スクラトン MC、タイ MF パイルーベイトカーバックスレイス、ナイン、サムプロパティーズオブザアクティベーションバイサーテンアシル、デリバティブズオブコンズイムエジェイ、バイルケン24、242、1723から1735。ありがとうございます。